今日は孤独感について話をしていきます。周りにはたくさんの人がいて、賑やかで盛り上がっていても、なぜか孤独感を感じることがあります。また、優しい恋人がいて、友達がたくさんいる人でも、孤独な気持ちになるときがあります。 このような孤独感は一体どこからやってくるのでしょうか。単に孤独を紛らわすのではなく、孤独の本質に向き合って完全に癒す方法を見てみましょう。多くの人は一人でいることを嫌います。例えば他の人たちは仲良く喋っているのに、一人だけでいると、 寂しいし、誰も味方になってくれません。女性なら集団に入っていれば大体安全ですが、離れた時に誰かから攻撃されるのではないかという不安も出てきます。だから一人にならないように誰かと一緒にいようとします。ですが、人と一緒でも、 孤独感を感じることがあるのです。年末年始に久しぶりに家族が集まって、みんなで美味しい料理を食べながら、お笑い番組を見ている時でも、ふと冷静になってしまい、なんだか一体感がない感じがして、一人でいるように感じることがあります。友達と みんなでワイワイ騒いでいると楽しいはずなのにだんだん友達に会わせるのが大変になってきてその友達と距離を感じることがあります職業柄あまり人に自分のプライベートや本音を話せない人はたくさんの人に囲まれていても誰ともつながっていないように思えて 孤独を感じます。誰しもこのような孤独を感じたことがあると思います。このことを三木清は人生論ノートに孤独は山になく町にあると言っています。山の中では一人ぼっちです。一見孤独なようですが 案外、一人でいるからといって、孤独を感じるものではありません。街に行くと、人がたくさんいます。東京のような大都会で、人がたくさんいる方が、東京砂漠と言われる、孤独感が起きてくるのです。なぜ、人と一緒にいるのに、孤独を感じるのでしょうか サンテグ・ジュペリの星の王子様という物語があります。星の王子様は、六つの星を旅した後に、七番目の星である地球にやってきます。そこは砂漠でした。人っ子一人いない砂漠に、孤独を感じた星の王子様は、砂漠の花に、 人間はどこにいるのかと尋ねます。砂漠の花は、さあ、どこで会えるかわかりませんね。風に吹かれて歩き回るのです。根がないんだから大変不自由していますよ。と答えます。この砂漠の花は、人間は根っこがあるから、 動けなくて不自由しているのではなく、根っこがないから不自由しているのだというのです。根っこというのはよりどころのことです。自分の居場所がない人は孤独ですし、居場所はあってもそこに心のよりどころがなければ孤独を感じます。つまり、一人でいても、 心の拠りどころがあれば孤独ではないですし人に囲まれていても心の拠りどころがないと孤独を感じるということです心の拠りどころがないことが孤独感の原因なのですこのような孤独な人生をブッダはお経にこのように教えられています

人間、生まれてくるのは一人一人です。双子でも、どちらかが先に生まれてきます。死んでゆくときも一人です。手をつないで心中しても、やはり死ぬのは一人です。私たちは、生まれてから死ぬまで、一人ぼっちだということです。 このような話を聞くと、私には友達もいるし、夫や妻、子供もいますよ、という人もあるかもしれませんが、それは肉体の連れのことです。肉体の連れはあっても、魂の連れはない、ということを、ブッダは教えられているのです。だから、びくびくしながら、 不安で孤独な魂を抱えて生きているのが実態です。なぜ魂は一りぼっちになってしまうのかというと、私たちの心は誰かにわかってもらいたいと思っても、結局はわかってもらえないからです。人に心の内を全部言うことはできません。 どんなに親しい相手でも、ここまでは言えるけど、ここからは言えないというものがあります。言葉に出したとしても、全部わかってもらうのは無理です。私たちは、それぞれ行いが違うので、住んでいる世界が違います。だから、理解しようと思っても、理解できません。 一人一人孤独な世界に生きているのです。とても理解し合うことのできない孤独地獄で苦しんでいます。だから分かってもらいたいという期待感が強いほど絶望感が大きくなります。真っ暗な闇に閉ざされて 孤独で不安な一人旅をしているのが人生です。その真っ暗な心の闇をぶち破って、胸の扉を開いて、何もかも分かって、それをそのまま救い取って見せるというのが仏様であり仏教です。仏教を聞けば、一人いて喜べる本当の幸せに救われるのです。 では、どうすれば本当の幸せになれるのかについては、仏教の神髄ですので、ビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。